1970から1983年製のボルボペンタタムド120ディーゼルエンジンボルボペンタ6、気筒ディーゼルエンジンのサウンドボルボペンタは、ボルボグループの一員であり、ボートエンジンと産業エンジンを製造する企業。ボルボペンタには約1600人の従業員がおり、そのうち約800人がスウェーデン本国所在である。最初の船舶用エンジンである。 B1 の製造により、1907年に、ペンタとして設立された。ペンタ社はすぐに確立された内燃エンジンメーカーになり、1927年に、ボルボの最初の自動車用エンジンを納入した。ボルボは1935年にペンタを買収し、それ以来ボルボペンタは、ボルボグループの子会社である。現在、内燃機関と電力システムを海洋産業、発電設備、 および同様の産業用に提供。この企業は、ボルボペンタ IPS などのスターンドライブ及びインボードドライブシステムも製造している。エンジンは、出力が7.5から1 5 0 0ットの石油燃料エンジンで構成されている。1868年に、ジョン・ジー・グランバルとして知られている技術者、ヨハン・ジョージ・グランバルは、スウェーデンのシェブデに、機械工房と鋳造所を設立した。 会社は1875年に限定され、スコフリグジェテリオッシュマカニスキャバークスタッド、または単にグテリオットとして知られている。製品は鍋や通気口からストーブや醸造設備にまで及んでいる。まもなくグテリオットは農業用機器と製材用機器の製造も開始した。同社は1900年代初頭に大幅に事業を拡大し、 水力発電所向けの蒸気エンジンと水車の製造を開始した。1907年、ストックホルムを拠点とするエンジニアリング会社であるフリッツ・エグネルとの協力により1気筒3割力の圧縮点火エンジンが製作された。エンジンは単に B1 と名付けられた。キャッチネームを決めるため5人の委員会が設置された。委員会はキャッチネームに同意できなかったが、五人の委員会は ペンタで落ち着いた。1916年、イーグナルは会社を買収し、名前は AB ペンタバーカンに変更された。生産は主に会時用途向けのエンジンに集中していた。第一次世界大戦直後の数年間は、経済的に厳しいものであったが、新製品が発表された。それは、カール・アクスルスカーランドによって設計された小型の2、気筒有通船外機で、 U2 は1926年にわずかに改良され、U21 に名前が変更され、1962年まで生産が続いた。U2, U21 は大成功を収め、世界中に輸出された。多くの国で U21 はまだ仙外機の代名詞である。1925年、ペンタは最初のボルボの自動車用エンジンを必要としていた。 ボルボの創設者であるアッサール・ガブリエルソンから連絡を受けた。その後、ペンタはボルボ V4 用の4気筒 28HP サイドバルブタイプダエンジンを設計した。1929年から製造された3.7リットル、6気筒7ベアリングのペンタ TB エンジンは改良を受けながら1958年までボルボ型車、トラックに長く用いられた。百三十五年、 ペンタは、ボルボの子会社になった。ボルボペンタは、スタンドライブユニット、二重反転プロペラデュオプロップ、フォワードドライブなど、業界初のイノベーションを海洋エンジン市場に導入した。2005年、ボルボペンタは、最初の IPS エンジンを発売した。これは、ジョイスティックで操作される逆回転する前向きプロペラを、備えた新しい、ポットタイプの、ボートドライブシステムで、 そのエンジンは、ベルラインボーツ、サンシーカー、リビエラ、ホーウィンズ、シー、レイ、ハンセ、クランキーなどの140を超えるボートメーカーによって使用されている。2010年12月、ボルボが所有するシーパックシステムと連携して、ボルボペンタとヤマハ発動機は技術提携を含む契約に署名した。同社は、ツトモ、ジェンパワー、コーラー、 上海隣新エレクトリックグループなど多くの発電機メーカーを含む様々な顧客にエンジンを販売。そのエンジンは採掘設備や石破砕機にも使用されている。バラにあるボルボペンタの工場。同社はスウェーデンのバラにディーゼルエンジンの製造拠点を多数持っている。中国及び米国テネシー州レキシントン、すべてのガソリンエンジン及びスターンドライブ用である。ボルボペンタは 世界中で事業を展開しており、130カ国に約4000のディーラーがある。ありがとうございます。